はい、今回は8月9日から開催されているスクランブルユニバース、こちらについて、プレイしてみた感想とか、良かったと思った点、逆に、ここもっとこうした方がいいよねっていうような点をね話していこうかなというふうに思います。で先にお断りしておきますと、僕はモンスト歴約9ヶ月のねペーペーなので、その知識があまりありませんので、そこからねちょっと的外れなことを言ってるかもしれませんが、そこはどうかご了承ください。ということで見ていきましょう。まずねさらっとルール確認していきましょう。スクランブルユニバースとは8人で同じクエストをプレイし、クエストのクリアタイムを競う今までとは違う遊び方ということで、まあ、PVP ですね、対戦形式のモードになりますよと。いろんな効果が起こるポッドアイテムを利用して相手の邪魔をしながら8人競争の1位を目指そう。まあマリオカートっぽいよねっていう風に言われてるみたいですね。はい。で、もう始まっていて、ルールをチェックしていきましょうと。各クエストごとにデッキが4つ用意されています。好きなデッキを1つ選んでクエストに挑戦しよう。各プレイヤーはソロプレイでクエストを進めていきます。クエスト中にはハテナポットが出現。ハテナポットを取るといずれかのポットアイテムが1つ獲得できますということで、これですね、これをゲットするとアイテムが、ゲットできますよと。まあ、このいつも守護獣がいてる位置に、まあ、アイテムが表示されますよっていうことですね。タップで使用可能と。はい。でクエスト中に HP が0になってしまった場合は一定時間経過後に HP が全回復で再びプレイができるようになりますと。まあ、ゲームオーバーにはなんないよっていうことですね。はい。はい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 。まあ、この辺はいいでしょう。で、7位のプレイヤーがクリアした時点で全体の順位が確定するので8位のプレイヤーはクエストと途中で終了となりますと。はい。で、途中で順位も確認できますよ。で、スクランブルユニバースには階級戦、模擬戦、プライベート戦の3つの遊び方がありますと。まず階級戦の方が、まあ、これいわゆるレート戦ですね。プレシーズンが開催されていまして、その結果によってシーズンポイントを、獲得することができると。で、このポイントを貯めていくと階級が上がっていって、まあ、最初 D から始まって、それぞれ3段階やって、3、6、9、10、15、16段階ですね。で、最後まで行くと SS というような階級にできますよという感じですね。はい。で、こんな感じで、ポイントが貯まっていって、300点ごとだったかな。あ、そうですね。300点ごとに、次の階級に上がっていきますよと。で、その階級戦で獲得できるポイントが大体こういう感じになっていまして、で、D の頃は別に負けても減らないんですけれども、C 以降は回を取るとポイントが減ってしまう仕様になるんですね。で、B 以降は、基本的には4位以上にならないとポイントが増えないっていうような形になっています。で、その相手の階級の差によって、ちょっとこう増減が入りますよっていうことなんで、まあ、自分よりも上の階級の人が、入っていた場合は、それに応じて、ポイントがちょっとこう補正が乗りますよっていうような感じですね。だからこの補正次第では、例えば B ランクの時に5位を取っても、このマイナス10からプラスがかかってちょっと増えるみたいなパターンもありえそうですね。はい。というような感じです。基本的には4位以上目指して頑張りましょうねっていうところですね。はいはいはい。で、シーズンポイントが減少して現在の階級よりも下がってしまう場合には一度だけ階級が維持されますと。加減で一旦止まるっていうことですね。だから即下がりはしないと。でその後、シーズンポイントが減少する。まあ、要は、回を取ってしまうと、降格になってしまうよということですね。はいはいはい。で、また C よりも降格することはありません。というような感じですね。はい。で、報酬の方が、まあ、勲章ですね。自分の最高階級のトロフィーが表示されるようになりますよと。で、階級が SS まで行くと、一括称号プレシーズン SS 級っていうものが獲得できますよと。で、勲章がこういうデザインになっていますね。で、次に模擬戦。これは、まあ、その、ランクマッチじゃない、まあ、ポイントの増減がない、ランダムマッチで普通に、遊ぶことができるモードですね。はい。で、プライベート戦っていうのが、まあ、自分で部屋を建てたりとか、友達の部屋に入って、こう、身内でワイワイやるためのモードっていうような感じですね。だから、この2つは、まあ、ランクマッチ、ポイント増減しない、普通に、純粋に遊ぶだけのモードっていうところですね。はい。で、ポットアイテムについてなんですけれども、こういったものがありますよと。竜巻、暗闇、リバース、消去。これが、妨害するアイテムですね。現在 HP の 33% のダメージを与える、画面を暗くする効果を与える、反転効果を与える、矢印を消す効果を与える。なるほど。リバースだけは、まあ、その本編のモンストにも実装されてるけども、他はないのかな？ちょっと僕はまだわかんないんですけど、暗闇とかあんのかな？わかんないですけど、多分このモード専用のギミックっぽいですね。はい。で、自分が効果を得られるアイテム、ハートソード一撃。
ハートが HP 回復して毒を回復、ソードが必ずクリティカルが発動するようになる、で一撃が敵に触れると必ず倒す状態になるというような感じですね。で最後がスパークル、現在の HP の 50% 分のダメージを与える、これ、敵全体ですね。このマップ上すべての敵に 50% のダメージを与えるっていうアイテムになってますね。全部で8種類ありますよというところです。はい。でクエストが全部で6つあって、まあ、こんな感じで、既存の降臨と同じもの と、まあ、このモードオリジナルの降臨っていうのが、まあ、あるみたいですね。はい。で、それぞれの、クエストに対してパーティーが4つずつ用意されているので、まあ、全部の組み合わせ合わせると24パターンあるよっていうような感じですね。はい。で、初クリア報酬としてオーブ2個ありますよということなんで、まあ、それぞれ1回ね、クリアすることで合計12個、獲得することができますね。はい。で、スケジュールに関していろいろ決まっていますよと。まあ、時間帯がこんな感じでね、だいたいまあ3時間刻みでありますよっていうようなことですね。これ予約できないのかな？多分できなそうだな。予約できたらこの辺にチェックマークあると思うから多分できなそうな感じするよね。まあ、ちょっと自分でチェックしましょうねっていう感じですかね。はいはいはい。で、まあ、次方法チェックとかあって、で、この辺でパーティーの詳細とかが見れて、で、出撃するとマッチングが開始されて、で、全員揃うとこんな感じで一覧が表示されますよというような感じですね。で、あとは普通に自分で部屋を建てたりとか、誰か建てた部屋に参加するっていうこともできますよっていうようなところです。はい。ということで、まあ、ざっくりと見ていきましたが、こんな感じです。で、次に視聴者からのアンケートをちょっと公開しておきますね。こんな感じです。まあ、おおむねいいとする声の方が多いかな。まあ、ただちょっと、微妙かなっていう声もちらほらあったんで、まあ、賛否分かれてる状態なのかなっていうところですね。はい。ということで、じゃあ、ここからね、僕の、まあ、個人的な感想になるんですけれども、まずじゃあ結論から言うと、おおむね、好印象です。で、一番いいなって思った点が、まず報酬ですね。報酬が、この勲章と、あと、クリア時のね、オーブだけにとどまっているところが、まず素晴らしいなっていうふうに思いました。そもそもこういう対人要素って、花から好きじゃないっていう人も多いじゃないですか。モンストにそんなもん求めてねえよって。で、そういう人が、なんかこう嫌だけどもやんなきゃいけないのかなって思えてしまうような報酬、例えばワクワクミン EL とかさ、まあ線形の章とか、まあ、ビスケットとか、そういうのがもしここに置かれていたら多分ね評価激減してるんですよ。だって義務感生まれちゃうからね。だけどそういうのがないことによって本当にただ純粋に対戦が好きだっていう人だけがやればいいよっていう範囲に抑えられているから、このモンスト本編と、この PVP とで明確に切り分けられているっていうことなんだよね。だからやりたくないっていう人は別にやんなくて損したっていう気分にもならないし、なんかそこで変ないざこざも起きないと思うの。ただでもさ、やっぱりそのせっかく作った以上はさ、運営もね、多くの人に遊んでほしいだろうし、その PVP 嫌いだっていう人もまあ、せめて1回ぐらいやってから文句言ってよっていうことで、で、それで各1回限りでね、オーブ2個の報酬を置いてるわけだよね。だから、そのオーブ2個っていうのが、運営からすると、プレイしてくれてありがとうっていう感じだと思うんだよ。で、かつその1回があることによって、こう、PVP 食わず嫌いしてたけども、やってみたら、あ、意外とおもろいかもっていう人がさ、そっからワンチャン出てきたらすごいラッキーだよね。うん。でも、報酬がないとそのワンチャンって起きないからさ、そこのバランスっていうのがね、すごくいいなっていうふうに思ったかな。うん。その運営のエゴすぎないところが個人的には印象がいいなっていう風に思いましたね。はい、っていう感じですね。で、あと次はね、クエストの内容に関してなんですけれども、まず、各クエストの編成に関しては僕はちょっとまだ全部は使えていないんですけれども、まあ、クエスト自体は一応ね6種類全部、最低1回ずつはクリアはしました。で、その中でエレボスは面白いと思った。あの、隙間に入ってカンカンするっていうクエストで、で、その、まあ、モンストで気持ちいいと感じる瞬間の、まあ、代表格みたいなね、なんかそういう感じじゃん。だから、あれはね、良かったっていうふうに思う。で、あと、ローレライの、あの、ワンパンも、まあ、決まれば気持ちいいのかなっていうふうに思うんだけど、それ以外はね、正直なんとも言えん。もっとやり込んでいけばね、こう、いろいろ発見はあるかもしんないけども、現状はね、まあ、ちょっと爽快感に欠けるクエストの方が多いように感じたかな。こう、微妙に敵が硬いっていうのとか、その蘇生ループに入ってもたつく場面の方が、
あのちょっと目立つなっていう風に思った。で、まあ、それをカバーするために、まあ、こういうアイテムを使うタイミングだったりとか、あとはどの編成を使うかとか、どこで SS 打つかっていうのを研究していこうねっていうことなんだと思うけども、そこにたどり着く前に、その爽快感のなさのせいで手が遠のいてしまう人っていうのは、多分一定数いるんじゃないかなっていうふうに思いました。ゲームバランス自体はいいっていうふうにね、評価してる人が多いから、そのできるだけ多くの人が、その良さにね、こう気づけるレベルに到達したいと思える構成になっているとより良いのかなというふうに思いましたので、まあ、そこは今後に期待ですね。でね、その関係でね、ソロモード欲しいよね。うん、そのクエストの内容もさ、何にも分かんないままいきなり対人戦でちょっとこうハードル高いなって感じる人もいると思うし、あとそのどのキャラでどの弾き方すればどのぐらいダメージ入るのかっていうのをいろいろ確かめたりしたいっていう人もいると思うから、ソロモード、まあ、だから格ゲーで言うトレモをねつけてほしいなっていうふうに思いました。現状階級戦、模擬戦、プライベート戦、どれもねマルチでしかないので、その他人からの妨害なくじっくり落ち着いてこう研究できるモードとして、そうでも遊べるようにするべきだなっていうふうに思いましたね。はい。で、次にこのアイテムに関してなんですけれども、まずねこの竜巻に関しては正直なくてもいいのかなっていう気がしてる。なんか立て続けに食らわない限りそんなに死なないし、まあ、その竜巻食らってる間のラグがちょっとできるぐらいのもんで、ゲーム性にほとんど関わんないから正直どうでもいいのかなっていうふうに思った。で、他この3つに関してはね、まあ普通に PS でカバーできるからギミックとして成立していて、まあ全然いいのかなっていうふうに思いましたね。でね、この自分が効果を得られるアイテムはもっと種類増やすべきだと思う。っていうのもね、このスクランブルユニバースの場合って対戦相手の細かい状況が見えないじゃん。だからその相手へのこういった妨害っていうのが爽快感にあんまりつながらないんだよね。これがさ、例えばマリオカートだったら、じゃあその目の前に敵がいて、そいつに甲羅とかさ、バナナぶつけてっていうのが、そういう妨害行為っていうのが、ちゃんと可視化されてるから、その行為に気持ちよさを感じられるんだけど、この形式だとそういうのがね、実感しづらいんよ。だけど自分が受ける妨害に関しては明確に可視化されてしまっているから、そこでちょっとこう一方的な不快感だけが残っちゃうっていう場合があるのね。それはさ、まあこういう対戦形式である以上は仕方ないと思うんだけど、だったら、その可視化されている自分へのバフを増やした方が楽しくない？マリカーでいうスターとかさ、キンキノとかキラーみたいなのを逆転要素としてたくさん盛り込んだ方が、ゲームとして気持ちよくないっていう風に思うのね。この一撃とかスパークルっていうのが多分それに当たるアイテムとして作られていて、まあ、この二つに関してはね、ちょっと強すぎるから、もう引けたら本当に最後まで持ってるボスにぶちかますだけになっちゃってるんだけど、この間の部分っていうのをもっと充実させてもいいなっていうふうに思った。例えば、その手番のキャラの SS が5ターン溜まるとかさ、なんだ、友情火力が 100% 上がるとか、スピードが上がるとか、なんかそこはね、守護獣に習っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。しかるべき場所でしかるべきバフをかけて戦略的に敵を倒すっていうのが決まっていけばきっと気持ちいいよね。うん、もちろん対戦バランスも大事なんで闇雲に追加しろとは言わないけども、なんかそういう方向性でアプレされていくんだったらまた遊んでみたいなっていうふうに思うかな。うん、ゲームとしての爽快感をもうちょっと上げるっていうことを目指してほしいなっていうふうに思いますね。まあそうですね、大体こういうのって、ただ黙々とレート戦潜って数字の増減に一喜一憂してるだけだと、もう人によってはものすごいストレスになるんだけれども、そうじゃなくて、例えば配信でね、こう視聴者とやったりとか、身内でこう集まってワイワイ遊ぶのはすごい楽しいのかなっていうふうに思うから、まあ極端に言うと、そのモンストやってなくても、ちょっと遊ぼうぜって言ってさ、こうインストールしてすぐに遊べる手軽さがあるっていうのは、まあ結構友達誘いやすくていいよねっていうふうに思う。カジュアルさが魅力のモードとしてこれから発展していくといいなっていうふうに思いますね。はい、っていうような感じですね。よかったら皆さんの感想も教えてください。以上。